買い物クラブへようこそ。今回はこちらスーパー日課ですね。以前詰め替えた分と今回健康版の飲み比べになります。まずね、香りがすげえ華やか。後半に来る甘みがないね。残念ながらうますぎるわ。華やかすぎる。以前の動画でですね、こちらスーパー日課のですね写し替えをやったわけなんですけれども、こちらの方がですね、まあ当然ウイスキー特級ということで平成以前のお酒が入っているということで、現行のですねこの令和時代にこちらのスーパー日課とどれぐらい味が違うのか、まあ実際気になるところなのでね、ただ単にスーパー日課をレビューしても面白くないので、しっかりとですね昭和時代のスーパー日課と令和時代のスーパー日課飲み比べしていきたいと思います。では早速ですね、昭和のスーパー日課から。まずね、香りがすげえ華やかで、これ年、ね、まあ、なんていうんだろうな、昭和のブレンドの流行りなのかね、すごく最初にやっぱビター感が来て、その後にすごい華やかな甘みが来る。もうびっくりするぐらいね、後味にね甘みが口の中にパッと残る。でそれがグレーン由来の甘みじゃなくて、あくまでまあ、モルト由来の甘みみたいな。次にこちら健康型。健康型は後半に来る甘みがないね。でもねすごくねブレンド自体は似通ってるで、ブレンド自体は大幅に変わってる感じはあまりない。結構ね近い感じだから、もう本当説明書が昔からあまり変わってないのか、ブレンドの着地点もね結構似てる感じだから、ストレートで飲んでももちろんこちらの特級のね酒の方がいい原酒を使ってるなっていうイメージを受けるんだけど、いざまあこっちのその後半の甘みを全く感じないんだけど、最初のビター感とか結構似通った感じで、まあ限られた原酒の中で頑張ってますみたいなところはねすごい受けるね。とりあえず、次はハイボールで、そうだね、確かめてみたいね。この辺スーパー日課ハイボール完成です。では実際にですね、こちら現行型と昭和型の飲み比べ、まず、昭和型で普通にうまい。もう日課らしいPTさが頭にきて、その後もスルッと入っていくし、アルコールガスが一切ない超飲みやすいハイボールで、次こちら現行型のスーパー日課。これはこれで飲みやすいけど、ペターンとした味になったね、ハイボールにすると。PTな感じがね急に抑えられて、ですごくね丸みがあって飲みやすくはなってるけど、特徴らしい特徴が今度ちょっと薄味になってるかなって。まあただウイスキーらしさっていう意味で言えばね、しっかり残ってるので、じゃあまずいのかどうかって言われたら間違いなくうまいのはうまい。ただまあちょっと相手が悪いのかな、これ。しっかりとピートが効いたウイスキーの感じが残ってるので、やっぱもうこれもやっぱ中身がちょっと違うというか、予算の問題なのかな。限られた原酒の中でまあギリギリいっぱいいい仕事してるって感じはするけど、こっちがね、残念ながらうますぎるわ。華やかすぎる。口に入れた時の香りとかもうちょっと次元が違うなこりゃっていうぐらいに。でろ過してきれいにしたことで逆に言うと、まあ、すっきりとしてすごく飲みやすくなってんのかなっていうイメージが。スーパー日課は同じスーパー日課なんだけどね、ただやっぱり原酒が今限られて厳しい状況の中で、まあ、ここまでうまいものを作れるっていうのは非常に、実際ねアルコール辛さなんかもないし、ハイボールにしたらすごい飲みやすいお酒で、こっちはやっぱりピーティーな感じ、竹鶴正隆のなんか考えみたいなのがしっかり残ってる感じがするね。ただまあ初心者にはちょっと厳しいのかなと。でハイボールとかちょっと初心者で初めて試したいんですけど美味しいのないですかっていうんだったら、全然これねおすすめできるレベルの、むしろこっからねハイボールに入ったら絶対これハイボール好きになるわっていうブレンドになってます。ので、ハイボールでスーパー日課非常におすすめなんじゃないかなと。
十分原稿型で、原稿型の方が逆に癖がなくて飲みやすい仕上がりになってます。というわけでですね、今回はスーパーニッカの飲み比べということでですね、古い方と新しい方ですね、飲み比べたわけなんですけども、まあ、実際しっかりとですね、あの先人の教えを守って似た感じのベクトルの味わいになっているんですが、やはりこの、まあ、原酒不足の影響でしょうか、少しちょっと若い原酒が使われているのかなという印象も受けました。モッサーハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていきたいと思っております。いいね、チャンネル登録、コメント欄からしいたけ系の方も引き続きよろしくお願いいたします。モッサーハイボールクラブでした。ご視聴ありがとうございました。